パーティーしましょう。スターチはい、カズです、はい、シグナル、これでもうシグナルちょっと取っちゃってますけど、45、数字も言ってってあげました。26、今ちょうど20です。こうやったりしないように。10、これ10メーターです。実際あの黄色のやつが今発信してるんですけど、10メーターもうこの辺です。この時点でプローブを用意します。プローブ用意、あるなら進んできちゃうので、あそこについた。ファインサーチ、これでファインサーチに入ります。かなりゆっくりいきます。で今雪面が荒れてないので、かなり雪面に近づけます。ファインサーチ 0.3 0.2 1秒間でもうファインサーチの場合は10センチくらいで動かします。だいたい2コイン1個分、うん、1っていう2コイン1個分で動かします。であとこういう時にこう扇状にどうしても動かしちゃう人もいるんですけど、しっかり0.3、まあ、ポケットにインして、目標物を例えばポールを出してヒットで、これでもうショベルも出してもらって、ヒットとやったらプローブは抜かない。まあちょっと今便宜上横に打ってますけど、で複数いた場合だったら、じゃあ他の人はもうこの人に任せて違うところに行くっていうことが判断がそうです。